前節から4人を変えてきました岡山です。ゴールキーパーは堀田、3バックバイスに代わって本山が今日8試合ぶりのスタメン、柳、鈴木、ボランチが千葉と若狭、右に川野、左に佐野光大、シャドウに田中雄大と坂本一沙、ワントップ桜川ソロモンというメンバーです。アウェーの FC 町田ゼルビアです。前節から1人を変えています。キーパーはポープウィリアム、最終ラインは鈴木、チャンミンギュ、藤原が今日スタメン、左に尾長、ボランチ宇野と松井、2列目バスケスバイロン、エリキ、センターに高橋大吾、最前線は藤尾翔太というメンバーです。変化をつけてきました。エリキ浮かせたボール、シュートを狙っていきました。尾長です。ルーズボールを積極的に打っていきました。今のシュートいかがでしたか。いや、変化をつけてきてね、力選手からクロス、はい、でこのこぼれ球しっかりこうポジションを取っていてダイレクトでシュートですよね、はい。ボールも非常に良かったですね、うん、スピードのがあって、低いライナー性の、ね、ボールでしたね、はい。低いボール、田中雄大、インサイド川野、折り返した、シュート、ー決め切りました。岡山首位町田を相手に先制、田中雄大。ここに町田の選手が集中してますよね、で中央で田中選手が少しフリーになって、右から川野選手少し遅れたかなと思ったんですけども、はい、川野選手クロスを選びましたね、でそれを田中選手にこう合わせて、なかなか難しいシュートでしたけどもね、はい、うまく足に合わせましたね。セカンドボール、シュートを狙っていきました。最後シュートは鈴木純也です。あ、いいシュートでしたね。左サイドの佐野光大、中には桜川と坂本が上がってきました。ボックス内2人、シュート今直接狙っていきましたか。いや、クロスだと思うんですけどもね、はい、少しこうキーパーの方にボールは向かっていって、少し惜しいクロスみたいな感じになりましたけども、はい。ゴール前にボールを入れてきました。ルーズボール、シュート、チャンミンギュが最後冷静に押し込みました。町田同点です。いいボールが入りましたね。少しね、反らして、はい、一度は堀田選手はねボールを弾いたんですけども、その後藤尾選手ですか、でこぼれたところにチャンミンギュ選手ですね、ゾーンで守る岡山、シュート、九条の頭、いいボールでしたね、してきました、相手の前に入って、少しこうジャンプができなかったですかね、はい、ちょっとタイミングが取れなかったかもしれないですね。藤尾が流れて右サイド、エリキが中央、その奥平川、後半から投入です。尾長クロスを入れてきました。藤尾のシュート、エリキが、ここはゴールが認められました。混戦の中エリキが押し込んだ。町田47分逆転です。逆サイドに振って、はい、で平川選手が落としたボールをインスイングで中に入れた。藤尾のヘッド、そうですね、かかとでヒールでシュートですかね、そうですね、最後はヒールです。すごい難しいテクニカルなシュートですね。柳を狙ってきました。この時点鎌野、もう一度柔らかいボール、オフサイドはありません。鈴木のシュート、キーパーの正面です。非常に町田のラインのプッシュアップも良かったんですけどもね、さあここでボールを奪った佐野、一旦フェイント、パスを選択、通用し、
まあ、フェイントでしっかりと選手を剥がした佐野のプレー、そして末吉のフィニッシュでした。そうですね、中央に、はい、非常にボールを後ろからこうやって引き出せますし、はい、非常にアイデアありますし、縦のボール末吉抜けた、仕掛けていく、ここは PK、 岡山が PK を獲得、うまいターンですね、はい、ボックスの中に入りましたね、ハンドですかね、はい、止めた、しかしこぼれ球、かき出した町田、トープウリアムが止めました、少し迷いがあったように見えますね、ここは一旦町田3点目、ロングスローから、もう一度ご覧いただきましょう、中から、あ、後ろからですかね、平川のシュートです、ニアサイド、松井選手がそらして、そうですね、平川選手ですね、前半戦に続いて平川のシュートが決まりました、町田、松井、アディショナルタイム宮田の6分台というところで今試合終了のホイッスル、黒田剛監督が手を叩きました。 FC 町田ゼルビア、今シーズン2試合目の逆転勝利で勝ち点3をものにしています。